マットでは74キロ級の2回戦が行われています。ロシアのイスカンダリアンと韓国のキム・ジンス。74キロ級は現在 B マットで2回戦が行われております。この2回戦では片山はそうすると組み合わせ上は次の試合ということになるわけですか。そうですね、はいはい、次の試合です。現在行われているのはロシアのイスカンダリアンと韓国のキム・ジンスの対戦です。 B マットの試合です。ポイントはまだ両者ありません。赤のロシアが持ち上げたイスカンダリアン、これはポイントになるか。大きく持ち上げてバックを取りました。スリーポイント、スリーポイントを上げましたイスカンダリアンです。バルセロナオリンピックのゴールドメダリスト、94年の世界選手権で優勝、昨年は残念ながら4位に終わっております。そうですね、はい、最近からはちょっとですね、はい、調子を落としてましてですね、ヨーロッパ選手権でも今年ですね6位だったんですね。そうなんですね、はい、やや調子を落としてきましたが、その後の調整はどうでしょうか。イスカンダリアン、オリンピックでの2連覇を狙います。しかし韓国のキム・ジンスも強敵です。韓国のキム、イスカンダリアンがさらに1ポイントを加えて現在4対0です。キム・ジンスもちょっとした隙で持ち上げられてしまいましたね、はい、ですからそういったそのちょっとした隙がもう、はい、負けにつながったりですね、金メダルがなくなったりしますから、はい、非常に怖いですよね。韓国のキム・ジンスの方も今年はアジア選手権でバイセイトフという世界選手権で2位の選手に勝っている選手ですからね、はい、非常に強くなる選手だと思いますよ、はい、力のある選手です。イスカンダリアン対キム・ジンス、74キロ級の2回戦です。このレスリングの場合はシードがありませんので、したがって世界選手権あるいはオリンピックの上位の選手同士が1回戦からいきなり当たるということもあります。この2回戦でもこのイスカンダリアンとキム・ジンスというのは非常に好カードですね。そうですね、ロシアのイスカンダリアン4ポイント、キム・ジンスの方の技が出ません。そうですね、イスカンダリアももう守りに入ってますからね、はい、あと7秒時計は回ってます。5分経過しました。韓国のキム・ジンス敗れました。イスカンダリアン2回戦を突破しました。ロシアのイスカンダリアンです。まあ、ロシアと言いますとカレリン、カレリンというふうに注目されてますが、はい、このイスカンダリアンもオリンピックの2連覇を狙っている選手です。2回戦突破、3回戦に進みました。先ほどのこのポイントを上げた技、胸の上のあたりまで持ち上げましたね。そうですね、力ありますよね、はい、際立ったんですよね、帰ったか帰らなかったかですね、ここですね、ちょっと不十分な反り投げではありましたが、はい、審判3分で上げましたね、はい、今レフリーの左